画像が長すぎるからやっぱり短い動画撮るわ。パワーボール、略してパワーボー。まあ、これは別に私が付けた名前で、その正式名称はないんですけどね、それのレビューしていきたいと思います。こちらの、まあ、高い方、NSD パワースピンナー、まあ、高い方って言いますね、紫色なんですけど、と、こちら中国の、まあ、コピー商品っていうのも違うかもしれないですけど、安価版というか、めちゃくちゃ安かったです。1500円の、商品名、ジャイロボールですかね。まあ、安い方っていう言い方をしておきます。との、比べてみようかなと思います。まず、まあ、パワーボって何かって話なんですけども、この真ん中にローラーがありまして、これをね、くるくるとね、方向があるんですけども、その矢印が書いてある、その方向にくるくると両手で基本はね、10回ぐらい、回していく。で、どんどん硬くなって強くなってくる。結構きついんですけども、まあ、やっていくと。で、そうするとですね、この真ん中の、これ色分けされてる、見やすいですね。黄色って黄緑かなの部分がですね、はい、回るんですね。で、それと、合わせるような感じで、まあ、握ってですね、この、ま、真ん中のボールは触らないようにしつつ、まあ、手首も、さっき回してですね、どん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 速くなっていくんですね。で、それで何が面白いのってさ、まあ、これね、輝いてるでしょ。まあ、光って面白いっていうのもあるんですけど、そうじゃなくて、これね、筋トレ用のね、道具なんですよ。なんか、ゲーミング筋トレみたいな感じなんですけどね。こう、近代のね、筋トレ器具みたいな。ダンベルだと、ね、でっかい幅が取ったり、まあ、言うじゃないですか。これだと、この小ささで、回転数っていうのがあって、それによって、その、何キロの力が必要かっていうのがあって、これだと、5000回転で5.92キロ、の、まあ、ダンベルを持ったのと一緒らしいです。うーんって感じですけどね。で、1万キロ、じゃ、1万回転で、なんと、27.98キログラムを持ったらし、パワー、じゃ、持った時と同じパワーを出せてるらしいです。そんなバカなって感じですけどね。で、これね、色が変わるんですよ。これ高い版なんでね、ここ、後ろを見てもらうとね、なんとディスプレイがついてるんですね。で、まあ、これ結構機能がありまして、まあ、30秒数える番だって、あ、でね、これね、回転が止まると同時にこのディスプレイね、表示消えてしまうんです。これ電池なしでね、表示されるんで、そこはもうすごいなと思います。だが、しかし、回転しないと見れないというデメリットもありますけども。6000で Amazon で売ってたやつですね。最初はね、これ回すのコツはいると思うんですけど、そんなにね、問題ないと思います。こうね、光るぐらい、最初に親指で、なんかパワーを込めて、まあ、回していれば、うまいことね。あとはもう、ただ、握ってくるくる手首を動かすだけって感じ。手首だけじゃなくて、腕の筋肉も鍛えられます。その、持ち方によってですね、こう、指を鍛えるようにするには、こういう、まあ、感じでやってみたりとか。で、あと、固定ですね。手首を固定してて、あと腕を鍛えたかったら、まあ、腕を回すみたいな感じですね。結構これね、疲れます っていう感じで、いろんなところね、このね、ちっちゃいボールだけ鍛えられるっていう器具なんですけどね。で、私が買ったのは、まあ、商品紹介としては、こちらの高い方を紹介したいかなと思います。PB688AMLC っていう商品になりますね。これは、カウンター付きなんで、最後に C があるということです。カウンター別に、まあ、それはね、いらない、人それぞれだと思いますね。特に、そのね、なくてもっていうやつなんですよ。あってもなくても、その、ね、別に鍛えるパワーが、強くなるってわけではないんで。でもね、こう、数値で見ることによって、あ、今どのくらいやってるんだなっていうのがわかるので、ね、いいと思います。最大の回転だとかも、これで見れたりするので、ね。ちなみに、9000の回転をしたことがあるっていうのが記録されてますね。で、このね、LED もですね、こちらの商品はですね、0から3500までは赤色で、で、今これがね、どれやら、モードで言うと、ちょっと待って。なかなかこれ難しいな。これですね。まあ、この赤なんで3000ぐらいだという感じですね。もっと回してみましょう。3500から8000だと、紫になるということです。まあ、今これかな。ちょっと赤と青が、混じっている色ですね。これだと5000なんでね。
数値で分かると、自分がどれくらいね、回してるか分かるのでいいと思います。まあ、ぶっちゃけね、適当にそのスマホでも見ながら使えるような器具かなと思いますけど。ああ、結構本当にこの今、この前腕、腕の部分がかなりね、来てます、これ。おら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 。で、8000以上で、これ合うかな？7900になってますけど、さっきみたいな青、まあちょっとな、紫と青の違いが難しいんですけどね、青になるということです。という感じで、ここの回転してる部分で、ね、今ね、8000ぐらいだと危ないんで、触らないでくださいね。普通にね、怪我します。あざができます。はい。で、この音がね、割るときの音、こんな感じです。まあ、そんなにうるさいっていうわけではないですね。ちなみにね、これの、一番、同じ会社で安いのは、まあ、結構安いですね。3000円ぐらいで。で、紐でやるパターンのやつもあったりしますけども。まあ、おすすめ的にはですね、まあ、楽しく鍛えるっていうのもありますから、LED がついてるやつで、紐さ、なくすとあれはね、ちょっとめんどくさい。でも、紐なくてもぶっちゃけできると思う。これね、紐式じゃないんですけども、手でもこうね、ガッとやるとね、ちょっと真ん中のね、黄色いボール が動くのが分かったと思うんで、それぐらい、この指でね、早くブンってするとね、意外とね、いけたりするんで、紐式でも、紐式じゃなくても。まあ、特に紐、まあ、なくても うまくいけばね、できます。まあ、まあ、あった方がいいんですけどね。でも、なくすと思うんでね、やはり紐式ではなくて、そのまま、なんて言えばいいか、一応ね、自動って書いてあったんですけども、それさ、指でやってるだから自動じゃないなって思うんですけどね、言い方的に。まあ、翻訳なんでね、まあ、いくらでも言い方は変えられると思うんですけども。まあ、指で回す式 っていうんですかね。こんな感じで。ちょっとね、時間かかるんで、今回ではやめときますけど、長い方のね、正直あれはね、ボツ動画かなって思ってるんですけど、一応ね、ここも詳しくかなり、言ってる動画が1時間あるんでね、よければ、本当にね、もうあれ、ファン向けやな。言うてね、ちょっと長すぎたなって思います。の動画で、この指でやってるのも、実際にやってるんでね、多分やってると思います。だいぶ前に撮ったんで、ね、忘れてるけど、よくやめてください。本当にね、指だけでできるんですよ。で、これ今、両手の親指でこうね、やってますけど、これくなった、別に片手でもね、こうやってやればできるんですよ。ただちょっとね、めんどくさいし、なんでわざわざそんなね、両手でできるのに片手でやるって言われたら、まあ、ね、片腕の人でもね、できますよっていうのを俺はね、アピールしたかったよ。難しいっす、でも。結構な、そもそもね、もともとパワーが、握力のある人じゃないと無理だと思いますけど。でも、こちらのね、安い方はですね、そんなにね、力はいらないです。まあ、言うて、同じ、ね、やり方なんですけどね。さっきみたいに、矢印がありまして、その向きの方向に、こういった親指をね、押しながら回していって、どんどん硬くなっていきます。まあ、10回ぐらいやっていくと、真ん中のボールの部分動きますから、こんな感じ。ちょっと前、安っぽいというか、こちらの安い方は、なんか当たってる感、削れてる感がありますけどね。こちらはですね、色はね、回転数によって色が変わるっていうわけではなく、常にマルチカラーなんですよ。まあでも、これでも俺は好き。楽しいやん、これ見てて。夜とかさ、ね、眠れない時にどうですか？ 余計に眠れなくなると思うんですけどね。こんな感じで。どんどん回転数が上がってみますよ。そんなにね、上がらすのに苦労はしないです。勝手にどんどん上がっていくんです。でね、ちょっとね、こっちの方が滑りやすいんですよ。これ今、養生張ってるのは、真ん中のゴムの部分のロゴがさ、削れないようにって一応やってたんですけど、だいぶ前からね、試しでやってはいたんですけどね。あれ、外れね。よいしょ。せっかくさ、レビューの時にね、ロゴの、印刷が削れてるのもなんだかなと思って。ちょっとね、最初はほんまに綺麗だったんですけど、中にさ、赤が入ってしまって、それはね、あんまちょっと見た目と良くないですね。その、でね、洗えるかなって思ったんですけどね、ちょっと分解すると壊れちゃうと思うんでね、やめといた方がいいです。ちょっとね、見た目がね、悪くなってしまうんですけど、まあそれはね、その分ね、筋肉つけられたと思っておけばいいんじゃないですか。適当、かっこ適当。皆さんもパワーボやってみてはいかがでしょう。これはね、楽しいです。で、まあ、筋肉がね、弱まってる方とかにも、ベッドとかで、ね、暇してる方でもいいんじゃないでしょうか、病院の。ちょっとまあ、うるささはあるけど、ね、思いっきり回してみますね。
ていう感じで。ほら、めちゃめちゃ綺麗でしょ、これ。魚類に何やってんのって。でね、ちょっと動くんで気をつけてくださいね。はい、こんな感じで、ね。ちょっと動いちゃうんでね。はい、これはね、何もせずに回転が楽しくなることです。なんかいいですね、この。ね、パワーがあるものがさ、どんどんパワーダウンしていくみたいなこと、いいですよね。よくないか。この音いいなって思いつつ。でね、危ないので、やはりここね、触ると、すごく回転してますから、気をつけてください。ちっちゃい子供とか。で、髪の毛とか挟まると、それはね、悲惨なことになると思うんで、まあ、挟まらないようなやり方でやっていただければなと思います。どうですか、どうですか。贅沢ですよね。俺もね、ショーによってさ、6000円すんでめっちゃ俺的に高いなって思うんやけど、せっかくのレビューやからさ、この安いやつと、どう違うのっていうのをね、レビューしてみました。はい。15分か。という感じでした。まあ、他にもね、Amazon いっぱい似たようなのあります。で、ぶっちゃけね、どれが本物かってね、調べてみても、ちょっとわかんないですね。どれが一番最初に作られたのかって言われて。でもまあ、有名なんで、わかったのがこちらの、NSD。社なんか、ちょっと社名もね、よくわからなかったんですよ、調べても。まあ、NSD と書いてある、こちらのスピンナーさんが一番信用ができるんじゃないかなと思います。で、2番目に、RPM パワーさんかなっていうのもあります。まあ、似た感じのです。ぶっちゃけ作ってるところ一緒な気がするんですけどね。うん、なんか、ローだけ違うみたいな、まあ、そんな気がするんですけどね。ちょっとわかんないです。そこは、はっきり言うのやめとこう。で、あとね、こういう本当に安い、おそらく、まあ、コピーみたいな、中国系の企業が作っているようなものです。まあでもね、悪くはないんでね。ただ、やはりコピーっていうのはさ、それね、その、ブランドとかね、そういった知的財産どうなってんのって思っちゃうと、やはりね、本物、ちゃんとしたものが買いたいですよね。なんかね、まがいもんを買いたいっていう気にはあんまり、ね、ならないよね。まがいもんと本物があった場合ね、そう思いません、ね、いくら安いとはいえ。で、ね、それ、そのコピーとコピーじゃないのの違いもちょっと見てみたいじゃないですか。やってみて、そんなにその遜色はないなと感じました。うん。まあ、確かにこのね、高い方はしっかりとした作りで、動いてる感じはしました。で、安いやつは確かに安いような、感じがします。で、ちょっと注意というか、安いのだと、なんかその、腱鞘炎になるよとかもね、こちらの高い方には書いてありますね。まあ、注意喚起的な。で、やってみて、そんなに差はないんでね、わかんないです、そこは。継続していっても、その腱鞘炎になる、なんか、ブレがあって腱鞘炎になるみたいに書かれてあるんですけど、ちょっとね、そんな違いは、あんまないように感じますね。感じますね。はい、というわけで汗が出てきて、でですね、このね、ボールを使って鍛えて、もう一つ、グリップこう握るやつの方と、まあ検証比べてみたみたいな、1ヶ月ね、握力どう変わるのかとか、握力計持ってますから私、だから調べてみたいなと思います。ちょっとね、これ以上回しにくいんですよ、ガタガタ言って。ちょっとなんか確かにブレてる感あるでしょ、これ。ほら。ちょっとね、確かに、中でね、なんて言ったらいいんですかね。正しいやつだとこうなってる感じなんですけど、この、安いやつだとこうカン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 なってね、あんまり早く回らないような気がするんですね。で、ちなみにこちらの安い方は、最大、で、3万 RPM。まあ、これはその、さっきの回転数とま、同じなんですけど、3万、最大値らしいです。3万ってちょっと、持ってない。ちょっと持ってないって感じなんですよ。で、ね、最大とは書いてないんですよ、こちらの高い方も。ただ、1万では、この、約30キロ持ったのと同じ、こういう、パワーなんて言ったらいいのかな。同じ、力、を出してるのと同じだよっていうのが書いてありましたけど、最大値が何度ですとは書いてませんでした。ね、だから、なかなかね、こう、比べるっていうのは難しいです。こう、データ同じものを、揃えてっていうのは、俺が一番やりたいんだけどね、なかなかないんだよね、そういうしっかりとしたものって。まあ、世の中ってそんなもんですね。というわけで、調べました。これさ、7月ぐらいに買ったんだったっけ？だいぶ時間経っちゃったよね。
まあ、ぼちぼちね、楽しんでいこうと思います。皆さんも、そうですね、筋肉鍛えたい方は買っていただいて、別にこれはさ、アフィリエイトではないんでね、おすすめ、そんな、ね、言わないです。本当に私が、桜レビューみたいな感じの動画で出すときは、なんて言うんでしょうかね。買ってください、買ってくださいって言うんですかね。如実に。なんだかなーって感じです。例えばさ、こういう、商品紹介しようってさ、お話長いか。企業が言ってて、その商品があんまり良くなかった時ってさ、YouTuber さんどういう言い方するんでしょうね。ぜひ買ってってなかなか言いにくいですね。ちゃんと、優しい心というかね、道徳心があったらさ、良くないものなのにさ、買え買えなんてなかなかね、口から出ないと思うんですけど、よく毎日嘘ついてる方やと言うんでしょうかね。いとも簡単に。で、これね、いい色でしょ？で、ただね、オートスタート、これ、指でっていう回転の A なんですけど、ね、で、マルチ、LED で、ML なんですけどもね。で、それでカウンター付きでね、この紫の側の色、他の、この同じ機能で他の色ないのって調べてみたんですけども、意外とそんなにないみたいで、で、カウンターなしで、LED なしだと4種類ぐらい、なんか確かありましたけども、なんかこのね、マルチ LED プラスカウンターの場合だと、カラーリングがね、狭まって、これぐらいしかないっぽいですね。で、ちなみにね、このね、見た目が金属の、おそらく、金属でできてるわけではない。見た目をスプレーで金属にしたやつかな。なんか、それのバージョンがあってですね、ちょっと重くなるんですよ。で、このボールが重ければ重いほど、鍛える力がどんどん、いるので、より一層鍛えられるんですけども、それがね、1万で売ってたんや。1万はさすがに高いなっていうので、会話しなかったんです。それはね、もう本当にね、アスリート、スポーツマン向けだと思います。で、一般人向けだと、これが一番上位の、クラス。値段も高くて、カウンターもついてるものだと思います。ので買ってみたんですけどね。私的にはね、だいぶ、この企画で、ね、一つの動画にするにしたら6000円もかけたなーっていう気がするんですけどね。他のね、お金持ちの YouTuber さんだとこういうのたくさん買うんでしょうね、同じもので。で、本当にね、いっぱい種類あるんよ。でもね、どれもぶっちゃけ似たようなもんだと思いますよ。で、ただほんま、あまりにも安いっていう商品は、やはり、それなりだと思いますので、ね、で、不良品とかあった時のね、対応がね、されないかもしれないんで、ちゃんとしたもの欲しければ、やはり高いもの買うべきかなと思います。以上です。ありがとうございました。